シークレットベース K-Station。 皆さん、シークレットベース K-Station へようこそ。 K-Station の隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんには K-Station の隊員候補生となっていただきまして、一緒に学んだりしつつ、ゆくゆくは候補生から隊員に昇格していただきたいと思っております。昇格方法は番組宛てにメールを送っていただくだけ。毎回いただいたメールの中から、昇格者を決めていきます。見事隊員となった方には隊員賞をお送りいたしますので、お楽しみに。はい、ということで、もう2月もですね、始まりまして、なんだろうね、春はまだかとずっと、若干最近ずっと言ってるんですけれども、でもね、この間某夢の国にですね、早く咲く桜、河津桜っていうのが咲いてまして、でそこにもう目白が止まってて、なんかもう春なんだなって、やっぱり節分が終わったり、一応ね季節の節目として一応そこから春じゃないですか、翌日から。まあ春も近づいてきてるのか、あと花粉症が辛い人にはね、また春かみたいな、若干嫌な気分になるかもしれませんけれども、やっぱり暖かいとね、それだけでもやっぱり気持ちが明るくなるじゃないですかね。早く春が来てほしいですね。はい、ということで、春は季節的にもそうですけれども、心の恋の春も来てくれると嬉しいですよね。ということで、2月14日はバレンタインということで、本日のオープニングのトークテーマはバレンタインの思い出です。皆さんからメールいただきましたので、ご紹介したいと思います。まずはシークレットネーム隊員ナンバー13国大さんからです。ありがとうございます。こんちゃん隊長、こんにちは。こんにちは。今回のテーマ、バレンタインということですが、基本的には今年も縁はないと思っています。やったぜ！何がなので、毎年14日になっても、ほとんど頭からバレンタインという単語は消え去ります。が、チョコレートという意識だけは残っているのか、妙にチョコレートを食べたくなる時があります。無意識にコンビニでチョコレートを買ってしまい、気づいた時は後のお祭り。自分でチョコレート買ってるぞと周りに言われたこともあります。過去笑い。やはり14日に自分でチョコレートを買うのは恥ずかしいので、前もって食べたくなってもいいように準備はしておきたいと思います。そうか違う、でもね、バレンタインに向けてすごいよね。節分が終わった途端に、このチョコレートが大量にコンビニとかスーパーとかでもデパートでも売ってるじゃないですか。しかも美味しそうなやつばっかりなんですよね。いや、本当にね、バレンタインは贈るものっては思ってるかもしれないですけれども、この期間だけその有名パティシエさんだったりとかがこの日のために美味しいチョコレートを作ってるわけなんですよ。だからあげるために買うんじゃなく、やっぱり美味しいチョコレートは自分で食べたい。だから自分で買うのは正解なんですよ。ね、そうなんですよ。自分でチョコレート買ってるぞって言われたっていうこともあるかもしれませんが、いやー、俺チョコレート好きだからって、その一言だけでいいと思います。チョコレートはね、某楠田絵理子さんは毎日食べてるそうですからね、体にもいいやつです。チョコレートはもともと薬だったので、ぜひご自分のためにチョコレートを買ってください。私もチョコレート大好きです。私も自分でチョコレート買いたいと思います。はい、続きまして、シークレットネーム、隊員ナンバー12番お気楽バナナさんからです。かなこ隊長、ボンジュール。ボンジュール。バレンタインということで一つだけ、幼い頃はもらえていたのですが、本格的にお菓子作りに手を出してしまってから数年、チョコレートをもらえなくなりました。かっこ笑い。仲の良い子に聞いてみると、パティシエさんに送るなんてできないみたいだよ、だそうでした。ほんの少しだけ職業に後悔しております。かっこ笑い。今年はどうでしょう。それでは。いいですね。パティシエさんになっちゃったら、確かに本格的に作る人に対しては手作りチョコレートとか買ってなんか送れないですし、やっぱり買ったものだと逆になんか、あ、なんかこの人より美味しいチョコレートですみたいな感じになっちゃったら嫌だからなんか送るのもなんかためらうしみたいな感じで辛いですね、職業かそれはちょっと弊害があるかもしれないな。でもまあなんかこんだけ昨今日本でバレンタインでチョコレートブームになってるじゃないですか。それの一役買ってるっていうところはすごいなと思うんですよ。だからそのやっぱりお気楽バナナさんのお店にもチョコレートくださいって来る人いるじゃないですか。だから幸せをみんなにあげてるんだよって思えば、まあどうでしょう、一つ心は落ち着くんじゃないんでしょうかね。みんなのありがとうっていう気持ちがきっと気楽バナナさんへのバレンタインへのプレゼントなんじゃないんでしょうか。どや全く、まあでも欲しいですよね。はーい、なんかあったらいいですね。きっと職場の人とかでもね、交換とかできるんじゃないんでしょうか。はい、今年はどうだったか、よかったら教えてくださいね。はい、続きまして、シークレットネーム隊員ナンバー11番ゆうじさんからです。ありがとうございます。今回のお題のバレンタインですが、なんせ男子校だったおかげで思い出が全くと言っていいほど思い浮かびません。社会に出てからは職場で女性の方が義理とは言われますけれど、チョコをもらえる普通の感じなので、よくアニメなどで見る特定の人だけに女性が集まっているというのを見たことがありません。手作りは確か小学生の時にクラスの子にもらったのが初めてだった気がします。体調も確か女子校だった話をされていたような気がしますし、誰か渡したい人や実際に渡された方はいるんでしょうか。かっこ震え声なんでああ、なるほど、男子校だとそうですよね。でも男子校でもバレンタインとかチョコあげたりはなんか交換とかしなかったんですかね。しないもんなんですかね、やっぱ男子校だと。どうなんだろう、女子校ではバレンタインになるとチョコレート交換ですよね。やっぱり手作りで作ってきてくれる子もいたし、なんか美味しいチョコレートを探してきて、やっぱプレゼント、まあチョコレート交換してる子もいたし、いろいろいましたね。私とかはなんかまあいろいろ、まあ普通のチョコレート、生チョコレートを作ったりとか、クッキーとか、あとプチケーキみたいなの作ったりとかして、バレンタインとか持ってきましたね。一応先生には、お菓子なんか持ってくんじゃないみたいな怒られはしたんですけれども、まあちょっとその時だけはね、多めに若干先生も見てくれたりして、はい、チョコレート交換してましたね。私もね、手作りチョコレートをね、誰か特定の男の子に送ったってことはねないんですよね。なんかこれからできればいいんだろうけど、いやもう無理ですね。私はもうある意味特定の男性っていうか特定のキャラクターに属婚すぎるのねなんかそれだったら小田栄一郎先生に送らなきゃいけないのではい、テニプリ方式でね、はい、そうですね。なのでまあ送るとしたら小田先生に送ります産んでくれてありがとうございましたって送ります。はい、ね、手作りを送っちゃいけないんですよ、なかなかね。やっぱりそういったね先生とかやっぱり何が入ってるか分かんないし、自分で作って美味しいのができたと思っても、やっぱりそのなんかもしかすると自分の雑菌とかが入ってるかもしれないからと思うと、なんかこう手作りのとか人様に送れないので、まあなんかお友達のうちだけで私は手作りのチョコレートやケーキとか、もし機会があるならまた交換とか、こういったバレンタインというちょっとしたイベントに参加できればいいかなと思います。はい、ありがとうございました。まあですね、今年のバレンタインは日曜日なので、義理チョコって言っても会社もね、お休みですからね、なかなかね、チョコレートもらえなかったりもするかもしれませんけれども、まあせっかくね、美味しいチョコレートが全世界から結構集まってますので、お気に入りのチョコレートをね、見つけにデパートとかに遊びに行ったりするのはいいかもしれませんね。はい、もし何か素敵なラブロマンスありましたら教えてくださいね。ありがとうございました。はい、それでは、次回のオープニングのふつおたのテーマは、卒業式の思い出。はい、卒業式の思い出です。もうね、そろそろ卒業のシーズンじゃないでしょうか。やっぱり大学生の方とかはやっぱり4年生だともうね、授業は終わってしまったりとか、もう学校行かなくていい時期になっちゃったりとかしてたりとかするとは思いますけれども、ぜひぜひね、あなたの幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、それぞれ卒業式は大体5回ぐらいは経験してるかと思いますので、もしなんか記憶になる卒業式などありましたら、ぜひぜひメール送ってきてくださいね。よろしくお願いいたします。メールの宛先は k_secret@target-ent.com、 k_secret@target-ent.com までです。それでは本日は素敵なゲストさんをお迎えしておりますよ。シークレットベース K ステーション第45回、行ってみよう。暗号解読。このコーナーでは謎の単語を解読していきます。もしかするとすごく勉強になるかもしれませんよ。ということで、このコーナーなかなか近藤一人では解けない難問が続いておりますので、今日は素敵なゲストさんにもご協力いただきたいと思います。この方です、どうぞ。スーパーハイパーメガンティックウルトラ超絶レボリューション、皆様こんにちは。あなたの心の奥底にある少年の心を持ったこんちゃんの事務所の後輩、永田由美です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。ちょっと最初声裏返しちゃったんですがはい、永田さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。さっきまでですね、オープニング、実は永田、こういうブースの中にね、いてもらって。ブースの中に、かなこさんの目の前にいて、イヤホンでね、ずっと聞いてたんですけど、いや、かなこさん、やっぱ声可愛いですね。いや、可愛くない。いいだろう、どうや、みたいな感じで、はい、聞いておりました。なんで可愛くないですよ。大変ですよ。そんな可愛くない声なのに、ね、永田さんの大切な企画のヒロインやらせていただいちゃって、ヒロインではない。ヒロインかもしれない。ヒロインかもしれない。はい、そうですね。はい、永田さんのやっておりますプロジェクトドットという、リレー漫画にどんどん声をつけていくというものに参加させていただいておりまして、お世話になっております。主軸となっておりますストーリーのメインキャラクターたちの中の一人、デコというキャラクター、私もやらせていただいております。そしてオープニングでなんか呪文を唱えていたのがデコの弟でありますガチャというキャラクターですね。それを永田さんがやられているということで、悪ガキをやっております。はい、そうなんです。そんな関係で前もね、このプロジェクトドットのお知らせで来てもらったんですけれども、はい、ありがとうございました。もうその時はね、ガチガチにね、緊張しててね。そうだよね。なんかなとって食わないからみたいな感じでしたけどもね。はい、前回よりは全然、はい、もうね、かなこさんの雰囲気にね、こう慣れてきたので、あ、私が緊張させてたってこと？あ、違う、そういうわけじゃなくて、あ、違う、そんなことじゃないです。もともと緊張しいだから、ちょっとね、かなこさんとこう一緒に喋って、こう雰囲気、なんかこう慣れてきたので、もう本当にかなこさんを見たらもうほっとするという感じの体質になってきましたので、よかったです。ありがとうございます。じゃあまたそんな話は後ほどにいっぱいするとしまして、まずはこのコーナーの暗号解読やっていきたいと思います。はい、暗号、私もちょっとすごい苦手なんですけど、こういうの大丈夫です。大丈夫ですかね。はい、多分ね、聞いたことあるかもしれない言葉なんですけど、これは一体何なのかっていうものを、はい、答えを導き出していきます。一応ヒントなどもありますんでね、はい、こちらも見つつやっていきますよ。はい、はい、それでは早速やってみましょう。はい、今回解読するお題はこちらです。じゃじゃじゃん。お、図星。図星は図星じゃないですか。図星ね、図工の図に星ですね。はい。図星だぜ。図星だぜ。はい。いうやつですね。そうですね。え、これって暗号？これはですか？あ、これは一体何なのかという、何なのか、図星とはもともと何なのか、という。なるほど。わかんないな。図星って、はい、まあ図星だぜとかってなるけど、まあ大体なんですかね、本当のことがバレちゃったりした時とかに使いますよね。ドキーンみたいな。はいはい、ですよね。なんだろう、図星。図星。まあ梅干しの仲間ではないということはわかりますよね。そうですね。そうですよね。はい、そうですね。なんだろう、なんかものなんですかね。図星、図星。星、なんか星座の一つとか。ありそうですね。図星って。図星。意外と日本に星座が来たのって。結構近年だから、はい、あんまりないのかもしれないよね。ぼしぼし。ぼしぼし。じゃあ、まあとりあえずヒント1見ていきましょう。はい。はい、お願いします。ヒント1、物の名前です。やっぱ物の名前らしいです。物です。物の名前。物の名前。図星、図星、煮干し。煮干し。物は物じゃないよね。物じゃないですね。食べ物だよね。まあ物だけど。物、図星、図星を疲れるみたいなこと、単語ありますよね。ありますね。つくやつなんじゃないですか。なんかつくやつ。つくやつ。なんか押すみたいなボタン的な。ボタン的な。図星をつく。つく。飛行とかじゃないですか。飛行だ、物だ。物だから。物か。物だから、物。図星。図星。図星。なんかな。つくやつ。図星をつく。なんか図星をつく。餅とか。餅？でも餅はつくけど図星じゃないですよね。意味的な由来がなんか。そうですね。全く。よし、じゃあ2つ目見ましょう、ヒント。はい。はい。ヒント2、ことわざで使われるだけあってかなり昔から存在しているものです。ことわざで使われる。図星っていう言葉が入ってていることわざですか？図星をつくとかあるから、まあ昔から。なるほど。じゃあ合ってたんだ。なんかつくやつだ。なんかつくやつ。なんかつくやつ。なんか何つく。なんかボタンつく。ボタンつく。なんだつく。なんだろう。昔からあってつくやつって何ですかね。昔からあってつくやつ。図星をつく。なんか図星って何ですかね。当たりですかね、ある意味。図星をつくってなんか当たりですよね。当たりか。当たり。富くじか。富くじか。宝くじですね。昔のね。なるほど。富くじ。図星をつく。ちょっとなんか思いつかないな。なんだろう。ヒントこの漢字にありますかね。なるほどなーになっちゃう。なるほどな。地図の星。星座？星座？でもな、そんな昔から星をつく。図星。図星。さっき言ってた梅干しのなんか。いやダメです。なんかダメです。言ってはいけない何かが。図星なんか全然思い浮かばないですね。地図で宝が埋められている場所にバッテンつけるじゃないですか。それいいんじゃないですか。それなんじゃないですか。そういう位置。かなこさん天才。やったー。じゃあそんなところでヒント3見てみたいと思います。ヒント3、ある程度使用すると新しいものに取り替える必要があります。全く違う。ちょっと違いますね。違うね。ある程度使用すると新しいものに取り。だからの地図はそうですね。一回使ったら使えないですね。見つけちゃったら。でもこれはある程度使用するんですよね。トイレットペーパーですかね。トイレットペーパー一回使用したら新しいのに取り替えてください。中も使わないでください。なんだろう。ある程度図星、ちょっとわかんない。ヒント4。ヒント4、じゃじゃん。ある部活では部活動をする上で必須となっています。あ、わかった。何？弓道。弓道？ああ。真ん中の星が。はいはい。赤いね。星かな。真ん中の赤い円が。あれか。あれか。違いますかね。確かに。あ、確かにそうかもしれない。図星はつくそうだよね。あれかもしんない。あ、じゃあ一応ヒント5あるからヒント5見てみよう。ヒント5。当てるためのものです。おー！これは当たりです。すごい。やったー。すごいね。私だけじゃ弓道は出てこなかったわ。さすがっす。いやー、部活が。ああ、なるほどなるほど。弓道やりたかったんだよ。女子校行ったら絶対あると思ったらね、なかったんだ。なかったんですか。ないんだ。じゃあしょうがない、何もやらないっていう。弓道かっこいいですよね。かっこいいよね。かっこいいですよね。羨ましかったっす。女子校でなんか弓道のね、弓とか持ってんのかっこいい。でも弓道部の友達が言ってたんですけど、弓道をやるとキャミソールが切れなくなる。腕がパンパンになるから切れなくなるって言ってました。なるほど、そういうところもあるよね。はい、ということで図星の説明です。図星とは弓道で使われる的のことである。正確にはその真ん中のその的の中心のことです。はい、これですね。真ん中ですね。100点的な感じですね。刺さった。この図星を狙って矢を射ることから急所や狙いどころの意味となり、思惑や指摘などがぴったりと当たる意味でも用いられるようになった。また一説には鍼灸用語で壺とされるところに墨でつけた点のことで、そこから急所を指す意味が生じたとも言われている。ちなみに弓道で使われる図星は表面の的と周りの枠とで別のパーツとなっており、基本的には表面の的を取り替える方法で繰り返し使用する。知らなかった。なんか的っていう認識ですよね。的ですよね。的ですよね。図星っていうんですね、真ん中。真ん中が図星っていう。面白い。なるほどなるほど。いいですね。このコーナーはあれなんですね。いろんな実は知らなかったようなことが知れるっていう、とても勉強になるコーナー。いいコーナーですね。ありがとうございます。とてもいいコーナーだ。とてもいいコーナーです。いろいろね、ここで勉強してきたんですけどね。なるほど。例えばね、放送を聞き返してください。じゃあぜひ放送を聞いてください。一から聞きます。よろしくお願いします。じゃあですね、せっかく皆さんも図星という言葉が分かったので、そうですね、どういう時使えばいいかな。思惑とか指摘などするときに、まずシュートパンってやってから図星をつくよ、図星をついたよって言ってあげると、ちょっとどういうことですかって言われるかもしれないけど、なんかでも図星でしょってっていう、若干ちょっとね乾いた笑いが生まれるかと思いますので、ぜひ使ってみてください。いいですね、シュートパン、スポッズキュンズキュンってなったらいいですね。はい、ぜひですね、バレンタインの日には好きなお相手のハートの図星をついてくださいね。いいですね。はい、いいですね。ぜひ図星をついてください。合ってるのかな、使い方。はい、以上暗号解読のコーナーでした。ただいております。どうも永田由美です。よろしくお願いします。はい、改めましてよろしくお願いします。はい。はい。あ、そうそう。はいはい、今日ですね、うん、ゲストにお呼ばれするということで、はい、実はこんなものをちょっとコンビニで見つけまして、何これ。ちょっと引かないでくださいよ。ぜひかなこさんに召し上がっていただきたいなと思って。プッチョいろんなのを出すよね。ですよね。今ですね、こちらに手元にありますのが、プッチョ梅塩昆布味とプッチョイカ天味。ああ、そう。あ、瀬戸内レモン。なんかちょっと。品質にはこだわりましたみたいなね。なるほどなるほど。素材にはこだわりました。これイカ入ってんですかね。イカの塩味って書いてます。イカの塩味。はい。何入ってんの成分表。これ自分一人で食べるの怖かったんで。イカエキスパウダーとか入ってるよ。イカって書いてある。ちゃんと。うわ怖い。いやなんかさ、プッチョさんってなんかいろいろ出すじゃないですか。はい。なんか去年とかもキリミちゃんってサンリオのキャラクターがいるでしょ。はいはいはい。あれのキリミちゃん味っていうのが鮭の切り身の味が出てて、それはね別々に食べれば美味しかった。プッチョの中に入ってるグミと中の周りの柔らかいソフトキャンディーの部分と別々に食べると美味しかったんだけど、なんかすごい鮭の感じがすごい香ってきて、鮭が食べたくなった。なるほど。そういうのもあったんだよね。じゃあ私梅塩昆布もね。まずこっちじゃないですか。これ美味しいと思うんですよ。あ、これ美味しかったです。実はね、これは試しました。はい、このイカ天をぜひ。イカ天いただき。イカ天ってさ、イカの天ぷらだよね。イカのそうですね、イカの天ぷらですね。今パッケージにさりげないちょっと匂いが漏れてるよ。イカの香りがすごいよ。イカの香り漏れてる。あ、本当だ。イカの香りが漏れてる。やばい。あとでタッキーさんにもあげますね。やばい。あ、やばいもうイカだ本当だ。イカ天の香りがする。あれイカのね。イカは好きなんですよ。スルメとかは。はい。ね。でもプッチョと混ぜると。しかもなんか普通にそのままさ乾燥したイカ入ってんじゃんこれ。本当だ。これなんか味とかじゃなくて本当にイカじゃん。へえ。いやでも味はちょっとプッチョ。でもプッチョじゃなかったら何なんだよみたいな。いただきます。鋭いツッコミをいただきました。いやでもプッチョですよね。でも匂いはすごいイカ臭があイカだ。なんかイカって美味しいですよね。旨味が出てきて、なんだろうな、イカのすごい甘いクエン酸の旨味と、なんかミルキーなプッチョのキャンディー部分と、あと瀬戸内レモンのちょっと酸味がうまくコラボレーションをハーモニーを醸し出して、あー普通にイカ食いてえな。でもなんか甘いの食べた後にちょっとイカ食べたみたいな、そんな感じの味がするような気がします。そうだね。はい、そうそう、なんかそうイカになんか間違って生クリームつけちゃったみたいな。カルワミルク飲みながらなんかイカで食べてる感じ。そうそんな感じです。うん、なんかね、まずくはないんだけど、はい、まずくれば別に。はい、気になる方は味わいプッチョイカ天どうぞお試しください。食べてください。すごいね。うまいね、いろんなの出るよね。はい。うん。あ、美味しいですよ。美味しいです。いいですね。これ噛めば噛むほどイカの味がね出てくるね。確かに。うん。新しい。いや、まさかこのブース内で開けて食べてくださるとは思わなかったんで。なんか今どういうラジオになってるんですかね。くっちゃ。あ、美味しい。でもまあなんか癖になるね。そうですね。うん。癖になる味ですね。ね、こういうのは試すと楽しいですよね。ですね。うんうん。私新商品があるととりあえず試してみるんですよ、うんうん、どうしてもなんか受け付けないもの以外は、うんうん、とりあえず試してみるっていうようにしてるんです。おー、なるほど、はい、じゃあちょっと今度きりみちゃんをサンリオショップ行ったらまだ売ってますが。本当ですか。はい、おいしいっす。本当に鮭の切り身のようになってるんで、上がちょっと銀色で、はい、ちゃんと下がオレンジ色ってなってる。あ、なるほど。デザインまで凝ってる。デザインまで凝ってる。そうなんですよ。試してください。ぜひ。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではということで本日は永田さんに来ていただきましたので、はい、プロジェクトドットについて、はい、はい、進行状況いろいろ聞いていきたいと思います。ね、前来てもらった時には、はい、まあこれから始まるよみたいな感じだったじゃないですか。そうですね。うん。で、もう2月にもなりまして、なんとリレー漫画。はい、第1話。第1話。はい、第1話が選考が決定しました。やった。やった。はい、選考が終わって、はい、はい、もう作品が決まったわけですよね。また今回もたくさんの初めてなのに、そうですね。いろんな方から作品を投稿していただいて、投票を行って、はい、これがいいっていうので皆さん投票いただいて、一つ選考いたしました。それがですね、これから実はそのボイスドラマの収録を間近に控えておりまして、そうなんですよね。はい、いつものメンバーに加えさらに新キャラが出てたりするので、新しいキャストさんもお迎えしたりする予定となっております。はい、予定となっております。はい、まあそれはね、またプロジェクトドットさんのねラジオとかで発表ということにはなりますけれども、はい、どうぞお楽しみということですね。はい、楽しみですね。はい、うん、そして今ですね、ちょうど2月、3月、4月、うん、はい、この3ヶ月間。なんと近藤佳菜子さんにラジオのゲストとしていらっしゃっていただいております。はい、そうなんです。はい、3回連続で、はい、一応永田さんがメインパーソナリティで私がアシスタントという形で。いや、もう恐れ多いんですけども、はい、最初から最後までずっとプロジェクトドットのラジオにお邪魔をしているという形になります。はい、はい、なんで今回近藤が、3ヶ月連続で、ラジオに出演させていただいておりますかと申しますのは、はい、なんとですね、第2回目の作品の募集テーマが、はい、ガチャとデコ、はい、はい、私がやらせていただいているデコちゃんと、はい、はい、永田がやっておりますガチャとですね、この2人がテーマになっておりまして、うん、この2人を使ったオリジナル創作漫画をピクシブにて募集しております。はい、はい、そうなんです。前回はバッカーだったんですけど、はい、今回はこの2人の兄弟のお話ということで、はい、まあ逆にバッカー1人だとどうやって話展開しようかなって悩むところもあったかと思うんですけど、2人いるとね、そうですね、話を転がしやすいですよね。はい、うん、というわけで今ガチャデコ期間ということで、うん、かなこさんにプロジェクトドットのウェブラジオホットドット情報局にこちらに来ていただいておりまして、はい、はい、2人でね、うん、盛り上げていってくださるということで、はい、はい、そうなんです。はい、来ていただいております。はい、なんかね、なんか私がお邪魔している期間にちょっとしたコーナーも作ってもらえたりとかしてね。はい、はい、してるんですよ。なのでどういったコーナーだったでしょうか。はい、ですね、もうちょうどこの間の2月の3日、2月の4日か、2月の4日放送のラジオでは。はい。かなこさんがいないとできないことをしよう、という話で終わっておりました。そうだね。のでちょっとね、この K-Station さんとちょっとコラボという感じで私もこちらにはい、お邪魔させていただいておりますので、かなこさんがいないとできないことでこういったことをホットドット情報局で募集しようと思っております。はい。題して、レゴに突っ込んでほしいこと。デコに突っ込んでほしいこと、はい、確かにデコちゃんは作品内でもねバカに突っ込んだりとかね、いろいろ結構忙しいですよね。そうですね、ツッコミ役ですよね。ツッコミ役ですよね。うん、うん、ということでデコに突っ込んでほしいこと、かなこさんに突っ込んでほしいことを、募集したいと思います。はい、ちょっと例題みたいな感じで、こんな感じですよという、一つご紹介したいと思います。はい、はい、ペンネームテロコさんからの投稿です。お、聞いたことあるぞ。はいはい。はい、その日は少し寝坊して友達との待ち合わせ場所に行きました。はい、友人の犬と遊び、ご飯を食べて一服して帰路に着きました。そして帰り際の電車の中、ある違和感を覚えてトイレに駆け込みました。すると、履いているズボンの膝のあたりに靴下が入っていたのです。そのズボンは洗濯をした後取り込んでそれを履いたものでした。入り込んでいたんですね。パンツじゃなくてよかったなと思いました。むしろパンツにしとけよ。こんな感じなんですか？こんな感じこんな感じでですね、むしろそういうツッコミが返ってくるとは思ってなかったんですけどデコに突っ込んでほしいですね。皆さんのボケボケエピソードをぜひ送って、プロジェクトドットの、メールに送ってくださいませ。はい、はい、締め切りはですね、2月の30日、うん、2月の30日までです。info@project.com info@project.com こちらにですね、皆さんの、はい、エピソードを、送ってください。それで締め切りは2月の29日までです。はい、2月の29日までに、info@project.com info@project.com こちらのメールまで、皆さんのボケボケエピソードをお待ちしております。はい。はい。で、4月の7日のですね、ホットドット情報局にて、そちらのメールを紹介させていただこうと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。まあね、デコで突っ込むなんて、なんともどう出るかがわからないのですけれども、突っ込んでいきたいと思いますので、はい、まあ、三村さんのツッコミを勉強していきたいと思います。はい、かなこさんにね、突っ込んでほしいこと、お待ちしております。はい、送ってください。お願いします。はい、まあですね、プロジェクトドット、いろいろ結構企画の時から私も参加させていただいておりましたけれども、はい、本当にお世話になっております。いえいえいえ、今もね、プロローグとしてのボイスドラマが1話が公開されてるじゃないですか。はい、公開されております。はい、あれもね、すごいなんだかんだ結構人が集まって収録しましたけど、はい、今回は前回よりは少し漫画のページ数は短いのですけれども、すごいいい作品が選ばれております、はい、まあ、選ばれた作品は今もピクシブの方で体験することはできますので、はい、そちらでも見ていただきながら、どんな声がつくのかなっていうのを楽しみに待っていただけたらいいかなって思います。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、聞いてる方もね、もちろんボイスドラマ楽しみに待っていただいても全然 OK なんですけれども、もちろん投稿もお待ちしておりますよ。そうですね、はい、もちろん漫画を描いていただけた方が嬉しいです。もう4コマでも何でもいいです。はい、のであなたが書いた作品が、選ばれて公式になっていきますので、これからね、声優さんたちもいろんな人が関わってどんどん話が展開していく、それが面白い企画でもありますので、ぜひぜひ皆さん参加してください。はい、お願いいたします。なかなか本当にないですからね、こんなになんですか、自分が関われる企画って言いますか？そうですね。ね、最近は私たちのお母さんとして、高野うららさんが、はい、うちの社長がね、出てくださって、しかもうららさんが演じるエッタという私たちのお母さんのキャラクターは、もともと声だけ決まっててキャラクターの絵がなかった。はい、ってはずなんですけど、そのキャラ絵も決まりましたね。はい、そうすると、まあ、ガチャとデコの漫画にお母さんが出てくるっていうのもありですよね。はい、うん、楽しみですね。楽しみですね。どうなっていくのか。はい、うんうんうん。まあ、これからですね、どんどんいろんな形で展開していきますので、はい、どうぞプロジェクトドットのラジオの方もぜひぜひ皆さんお聞き逃しなく、はい、よろしくお願いします。Here is just life. One. 重なり合う糸、浮かび上がる偽証、誰も咎めない。 No one not to hear is just life.きっと大丈夫だよ。コーナーでは迷えるリスナーの方の悩みを私、近藤かなこと永田さんが解決していきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、では本日も迷えるリスナーの方からお悩みをいただいておりますのでご紹介したいと思います。シークレットネーム畳のトゲさんからです。トゲでも刺さったのかな。そうかもしれない。はい、隊長、こんにちは。こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴しています。ありがとうございます。今回はお悩みがあるので聞いてください。なんですかね。なんですか。最近、物欲が止まりません。かっこ悪い。物欲っていうのは、最後の一つとかだと絶対に買ってしまいます。欲しいものは手にしたい主義です。何か欲しいときどうやったら諦められますか？このままではお小遣いも貯金も底をついてしまいます。助けてください。とのことです。お小遣いもらってるんですね。使いか、物欲か。永田さんってなんか、はい、物が欲しいなって時はどうしますか？私ですね、うん、結構すごい迷う人なんですよね。なので欲しいなと思ったら一回帰るんですよ。家に？家に。一回帰って、うんでもう一回来て、うん、もう一回帰るんですよ。別の日に来て、はいはいはい、で、うん、で3回目に来てそれでも欲しかったら買うっていう。あ結構すごい気が長いね。その間にさ売り切れちゃってたらどうするの？あそしたら、うん、もう縁がなかったんだなって思っちゃいますね。あ、でもそれいいかもしれないですね。はい、なくなったらあ縁がなかったんだみたいな。はい、確かに確かに。あ私もすごい悩む派なんですよ。はい、なんかずっとフロアぐる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 してます。ああぐる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 してる。でなんか他のもの見て、はい、あこれもいいけどやっぱさっきのが良かったなとか考えつつ、うんうん、でもうちにあれを置いたらどうなるかってレイアウト的な感じのイメージして、はい、もう漏れるなとか、うん、なんかそぐわないなとか。はい買ったことに対してどう使えるのかみたいなすごい考えてでいらないって諦めます。なるほど。そうなんですよ。でもね、はい、友達と2人とかで買い物してると意外と物早く決めちゃうんですよ。そうなんか待たせると迷惑がかかると思うから確かに。だからこれ欲しいなと思って買っとくかみたいななんかその時だけ判断は早くなります。なるほど。待たせちゃいけないから。なんで後で買って後悔。いや、優しい優しい。いや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 。はい。でもね、そうですね。どうしたら諦められるんですかね。やっぱりなんか永田さんみたいに一回お家に持ち帰ってから考えるのがいいんですかね。私の場合はもう相当ちょっと長いので。じゃなもうでも欲しいものがいっぱいあるんですよね。ね欲しいものきっといっぱいあるんですよね。はい、なんか最後の一つとかだと絶対買ってしまいますっていうの方は友達にもいるんですけれども。あ、本当ですか。そう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 。まあでも本当にそれ買うのっていつも思うんですよね。買って大丈夫なの、物を置けるのみたいな。彼女のお家の家訓が欲しくて悩むんなら買えっていう家訓なので、もう家訓からなんてお金持ちなんだろうって毎回思うんですけれども。確かに。はい、まあそういうね生活が送れるようになったらいいですね。まずはお金を貯めましょう。そうですね。それね、本当に欲しいものが出てきた時に、はい、買えなくなっちゃいますから。あ、確かに。そう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 。で、それはね、ちょこちょこ買ってったら。本当お水でもなんか毎日買ってったらチリも積もれば山となるですごい大量に毎日100何円買ったら3000円ぐらいじゃないですか。そうですね。はい。そういうのちょこっとずつ我慢していけば大きいものがより素敵なものが買えると思ってちょっとずつ我慢していくとかどうですかね。いいですね。ね。はい。じゃあちょっと悩みましょう。最後の一つとか。って思っても、ちょっと一回悩みましょう。一回ちょっとこう置いてで一回帰ってください。家に帰る。はい。家に帰る。はい。はい。家に帰ってちょっと悩んでみる必要だったかなって。はい。そうしてください。悩みましょう。悩みましょう。悩みましょう。それだけです。それだけです。諦めなかったら諦めてください。はい。縁がなかったってやっぱね、物とも出会いありますから。あ、ありますあります本当にあります。ね、もしかしたらその残ってたものが畳のトゲさんにとって、もしかしたらなんかちょっと悪い縁だったかもしれない。ああ、そうそうですね。そう、もしかしたらいい縁だったかもしれない。うんうん。わかんない。うん。じゃあはい、悩め。以上です。かなこ隊長からのお言葉いただきました。悩んでるから送ってきてるのにね、悩めとはどういうことかと思いますけれども、本当に欲しいものを買うためにどうかちょっとでも我慢してください。そしてもしちょっと浮いたお金でよろしければ近藤かな子を3月16日に発売するフラクションというアルバムを買ってください。よろしくお願いします。はい、このコーナーでは皆さんのお悩みを募集しております。ぜひぜひ送ってきてくださいね。送ってきてください。MGP のちかです。みきこです。みほです。ターゲットレーベルチャンネルでお送りするミステリーガールズプロジェクト V ジェネレーションの見るラジオ番組「見るラジ」YouTube& ポッドキャストです。個性豊かな3人がパーソナリティを務め、企画コーナーや MGP の活動情報、お便りや曲紹介など盛りだくさんのトークバラエティ番組です。見ても聞いても楽しい番組ですので、ぜひ視聴してくださいね。よろしくお願いします。そろそろお別れのお時間です。この番組では皆さんからのメールを大募集しております。オープニングのふつおた、次回募集のふつおたのテーマは卒業式の思い出。ぜひぜひ送ってきてくださいね。そして、暗号解読、ヒーロー&怪人目撃報告、きっと大丈夫だよ、古今東西一列伝、歌っていいとも、必殺○○○のコーナーにもぜひメール送ってくださいね。よろしくお願いいたします。メールの宛先は k_secret@target-ent.com、 k_secret@target-ent.com までです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ちょっとエンディングなんですけれども、はい、1枚メールを読みたいと思います。はい、隊員ナンバー6将軍さんからです。こんちゃん隊長こんにちは&こんばんは。いつもお疲れ様です。すごいオールマイティですね。はい、前回の放送でついにニューアルバムフラクションの発売日が発表されましたね。はい、発売日の3月16日は僕の誕生日の2日前であり勝手ながらこんちゃんから僕への誕生日プレゼントだと思っております。かっこ笑い。ありがとうございます。それとパッケージの写真にびっくりしました。カツラのようですが似合っていましたし、これを機に本当に染めてみるのも僕は良いと思いますよ。マジか、脱色か。エッションも聞きましたよ。今のところお気に入りはスイートチェインです。この曲を歌うこんちゃんが見れる日をワクワクして待っています。ありがとうございます。そうなんですよ。はい、あ、エンディングにも永田さんいらっしゃっております。はい、います。前回の放送で発売日と、あとその日に同時に視聴もアップしたりとかして、ババンとジャケットも発表して、いろんな反応をいただきまして、素敵でしたもんね。ありがとうございます。いや本当にわ素敵だと思って、かなこさんとか思って。思わず声が上がっちゃった。もうなんか黒髪のままでもいいかなと思ったんですけど、ジャケット、でもなんかせっかくだしヅラをかぶろうと思ってて、そうなんですよ。ちょっと写真で見ると金髪に見えるんですけど、一応少しピンクのアッシュが入ってて、なんかすごい可愛らしい感じなんですよ。もう鮮やかな感じですもんね。花いっぱい散りばめていただいて、髪の色もやっぱ明るいから、もう全体がふわって明るい感じになっております。はい、ちょっとガーリーな感じに今回ジャケット作らせていただきまして、素敵。はーい。ね、もう本当にいろんな方にご協力いただいて、まだね発売先なんですけれども、その間はね視聴の方を聞いていただいて楽しみにしていただけたらいいなと思います。もう近々ねこの番組でもなんかちょっと半分ぐらいは曲が流せたらいいなと、うわ楽しみですね、思っております。やっぱりねこの自分の番組ですから、レーベルさんがやってる番組ですから、そこはねちょっと特権でね、ちょっと先行でね聞けるようにしないとなって思っておりますので、皆さんお聞き逃しなく、はい、ありがとうございました。誕生日プレゼントとしてぜひ受け取ってください。はい、ありがとうございます。さてさて、ここで今回隊員候補生から隊員に昇格していただく方を発表したいと思います。そうですね、この方ですね。今回隊員に昇格していただく方は、ペンネーム畳のトゲさんです。おめでとうございます。畳のトゲさん、おめでとうございます。最後に悩めと言われた。はい、すいませんでした。畳のトゲさん、よろしければこちらの番組に本名と住所を送ってきてください。単位書を送らせていただきます。お願いいたします。はい、皆さんもぜひぜひ正規単位目指してメール送ってきてくださいね。メールの宛先は k_secret@target-ent.com までです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さてさて永田さんからいろいろ今日もお話伺ってきましたが、はい、ありがとうございました。いかがでしたか？最近はねプロジェクトドットの方のラジオでいっぱい喋ってらっしゃいますけれども、ゲストってなかなかそうですね、ないですよね。ゲストやっぱ安心しますね。はい、いやもうかなこさんがいるってだけで私の心は平和です。ありがとうございます。はい、じゃあぜひもう一回プロジェクトドットのお知らせなどなどおさらいをしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、プロジェクトドットのですね、いろいろはですね、ツイッターを見ていただければ、いっぱい情報流れておりますので、ツイッターの方のアドレスというかアカウントを、こちらで言わせていただきます。はい、はい、プロジェクト_.プロジェクト_.こちらのアカウントで、ぜひフォローしていただいて、いろんな情報を流していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。先ほどのですねかなこさんの、デコに突っ込んでほしいこと、そちらも今日配信された日に、はいプロジェクトドットのツイッターの方で、もう大々的に公募するという形でやっていきたいと思いますので、皆様ぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。ます。はい、そうラジオも聞いてほしいです。3回続けて出るっていうことで、はい、私も3回続けて毎回ラジオにイラストを投稿するっていうことをそうなんですよ決めているので、はい、1回目もねもう配信されて載せていただいておりますので、はい、もうねもうここでしかないよぜひなんかそちらも確認していただけたら幸いです。はいお願いします、はい、次回のですねホットドット情報局の配信も3月3日を予定しております。はい、はいそちらですねちょっとスペシャル回になる予定ですので、はい、ぜひぜひK-Station さんを聞いて、はい、あでもう一個ケースでしましたそうですね、はい、2回目あってその後はホットドット情報局をはい、はい、ぜひかなこさんの声を聞きに来てください。はいお願いしますはいお願いしますはいありがとうございます。はいあとですね近藤からもいくつか告知させていただきたいと思います。はいはい近藤かなこイベントが決定いたしました。はい、2016年3月6日の日曜日。場所は池袋木星劇場にて特撮談義開催いたします。はい、去年とかもやらせていただいておりました。トークショー、ロボタで特撮談義の番外編となりまして、池袋の木星劇場にてやらせていただきます。時間は18時30分会場、19時開演です。前売りチケットは2000円プラスワンドリンク、当日は2500円プラスワンドリンクとなります。チケットの方はですね、ロボタさんの方で買えたりとかします。とかって。そして、もう一個はい特撮カバーライブが決定しましたイエーイ特撮尽くしですねそうなんです。ちょっと3月しかもですね、はい、日にちが、はい3月20日3月21日の 2days 開催いたします。すごいはいなんか前回やったメンバーで、はい、1日だけだともったいないよねって話になったので、はい、今回ははい、2日連続 2days 3月20日と21日開催いたします。3月は特撮の月ですね。そうなんです。しかもですね、前回一緒にグループをやっておりましたジングシュピールノイエ、小倉ゆいちゃん、近藤かなこ、中澤正智さん、ヒロムギャラクティカにプラス新メンバーを加入いたしておりまして。おはい、まだちょっとそこは秘密ですけれども、もう一人男性が増えて新ジングスピールとして活動いたします。さらにですね、3月20日にゲストが決定しております。ゲストはなんとナムさんです。はいお楽しみにしててください。トークショーおよびこちら第2次スーパー代々木大戦、こちらカバーライブの方の詳細などはですね、ロボタのツイッターなどで公表していきます。今度もですね自分のツイッターの方でリツイートなどしていきますので、詳しいチケット発売日やチケット購入方法などはこちらで確認してください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。まさか自分のアルバムの発売日後の初ライブがね、第2次スーパー代々木大戦になるとは思わなかったんですけれどもこれはこれでフラクションはフラクションとしていろいろフラクションのねイベントもまだちょっと言えないんですけれども、レカツイベントとかも決まってきておりますので、はい、ちゃんと決まってからじゃないと皆さんを惑わせてしまうので、ちゃんと決まってからちゃんと告知させていただきますので、もう少々お待ちくださいませ。改めまして近藤かなこのニューアルバム「フラクション」は3月16日発売予定となっております。今回歌の他にもミニドラマとして近藤かなこと、あとゲストに井口由香さんをお迎えしたちょっとした短いドラマを入れております。このドラマによってアルバムの中のストーリーが鮮やかになっておりますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。ただいまですね、全国の、CD 取扱いショップ、ネットなどでも、予約は開始しております。さらにTARGET E ショップの方でも予約開始しております。TARGET E ショップで、ご予約されますと近藤かなこの生写真ついてきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、わー楽しみだ。結構ね今回はね、はい、今回も自信あります。力入ってますねはい力入れなければメジャーリリース第1弾ですからねはい楽しみです楽しみです。プロジェクトドットの流れも楽しみですはいですね。もうどんどんね、はい、本当に新しいことが新しい年に向かって新しい年度に向かって、うん、なんかこうどんどんこう進んでいってる感じが、うん、なんか本当に先ほど一番最初にかなこさんがおっしゃってた、うん、春に向かってなんかこう進んでるようで、うん、なんか素敵ですね。いいですね、はい、光に向かって光に向かってわーってそれがいいようにしないとはい、まあまあちょっとねみんなでねいろいろねプロジェクトドットもそうですし今度のフラクションもぜひ盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この番組は各週金曜日配信予定です。この放送を聞き終わったら感想などなどぜひ速攻メール送ってくださいね。お願いしますお願いします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はシークレットベース K-Station の隊長近藤かな子と永田恵美でした。またねーまたねー。この番組はターゲットの制作でお送りしました。